catch up at Hotel Croix when you're done. 視聴者のとこにたくさんまあ人形がいるから追い払ってくれっつってる。追い払うのはいいんですけど、これどこまであんの？マジで。俺そこにもスターゲイザーあるよ。クラッツ市役所。これスターゲイザーつ。Weapon assembly tool you were talking about. If you find any more weapons, let's try using them here. あ、スターゲイザーのとこで組み替えができるっぽいね。武器を組み替える。武器の組み替え、ホテルや各スターゲイザーにて友人が武器を組み替えてくれます。武器は刃と絵それぞれ組み替えることができ、キャラクターの戦闘スタイルに合わせて新しい武器を合成することができます。武器の特徴は絵と刃の組み替え方によって決まります。つまりこれと絵をこれにすると、なるほど。絵を変えると基本的なステータスも変化するけど、使える必殺技も変わる。フェイブルアーツの一番下の方が変化しますね。こんな感じで。うん。だから、警棒の絵にすると、警棒の絵にすると、あれ？いける？ちょっと待って。これで、あ、組み替えできる？このアイテムは別、すでに別の武器に組み立てられています。あ、変わった。うん。で、ブレードと、これか。だから、これで、お、やった。パルスが一つ増えた上限。そして今、絵を組み替えたことによって新しい武器ができました。ああ、なるほどね。攻撃モーションは絵によって変化するみたいね。ああ、こんな感じか。だから電気属性がついた、まあ、警棒ができたって感じか。簡単に言うと。で、こっから両手武器の敵多すぎ。こんなんもう背後からボコそう。あ、やば。いた。オッケー。危ない。やば。うん、やっぱね、射程が短くなるのはきついね。戻そう。あのね、両手剣のね、人形に対してはね、レイピアの方がなんか相性がいいわ。すごく倒しやすい。なんだ？あ、これが石化病だ。ああ、石化っていうのは鉱石になるって意味みたいね。なるほど。うん。で、根が生えるっぽいね。わあ。だから、お母さんか。お母さんもこうなる前に、息子と、うん、息子っつうか赤ちゃんと。ちょっとひとときを過ごしたいって感じなんだけど、赤ちゃんに移ったらどうすんですかね。そこらへんなんか考えてんのかね。ほら、楽。OK。 ちょっと一気にチャージして。え、首がねえぞこいつ。はい。はい。いた。首がないから、若干弱いよ。うん。弱ってるタイプの、まあ、大型人形みたい。Oh, no. No survivors here.
What do we do? Just give her that baby puppet? あ、そういうことか。赤ちゃんも生き残ってないっていうことで、ジミニーが今取ったこの人形を、そうだね、お母さんに渡せばいいんじゃないかって提案してくれた。そうだね、これを渡した方がいいかもね。ベニーニ氏の陽気な警察官マスコット人形を作ろうという野望は失敗に終わりました。市民の信頼できる友人、犯罪者を圧倒する強力な警官を作ろうという情熱は正しいものでしたが、結果的には過剰だったのです。新しい警察官人形は充電しすぎた蓄電池が容量を超え、連鎖爆発や誤作動を起こし、胴体に深刻な損傷を負ってしまいました。市議会はその姿が訪問者を威嚇するという理由で人形の処分を勧告しましたが、ベニーニ氏と納税者は抗議し、議会の計画を頓挫させました。現在も勝訴が続いているが、人形は市役所の裏に放置されています。面白いのは人形が放置されている時でも、マスコットという役割をいくつもこなしていることだ。特に子供たちに人気があり、子供たちの遊びに反応しているようにさえ見える。しかし、市役所に入るスラムの子供たちが増え、訪問者に迷惑をかけることになってしまった。市議会では入場制限の手段として人形を時折展示する程度にすることを検討している。ボスとして出てくるかね。まあ警察官マスコットを作ったんだけど、ちょっと設計上のミスがあって過剰に充電すると、なんか放電してダメージを与えてしまうみたいね、体に。そういったのもあって、まあちょっとダメだ。危ない。はい、はい、いた、やば、無駄、 OK。 なんだ、亡霊。ボスエリアの隣にある召喚の亀裂で星のかけらを使うと亡霊を召喚することができます。亡霊はボス戦でキャラクターを助けてくれます。え、すげえありがたい。っていうかボス戦なんだ、ここ。そのあれか、警官か。ちょっと待って、一応奥行って確認して。あー、マジでボス戦っぽい。どこいる、そのマスコットは。来た。ああ、放電してるわ。やーべ、超ムキムキなんだけど超ムキムキなんだけど。あれしちゃったんだけど、結果的に大変なことになってるみたいね。くっそ、スクラップ警備員。ちょっと待って、危ない。 OK。 はい、ちょっと、はい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 、まあ、地道にちょっと見ていこう。あべ、あべ、はい、危ない、すげえ、オッケー、ケマ終了。怖いな。これはもう素早く攻撃できるのがいいと思う。はい、早く攻撃していこうか。危ない、危ない、やばい。あん、くそ、
あぶね。オッケー、回避。おう、今。はい、あー、ダメ。ごめん、ガードできなかった。回復。あぶね、シュッ。はい。いいぞ。欲を出さなければ問題ない。うん。でも、途中から多分ね、放電もしてくるから、そこも注意しないとダメっぽいね。はい。OK。はい、はい、はい。はい、ダメだ。OK、いった。引け。逃げろ。やばい、HP が。はい。ダメ。はい。ダメ、失敗。はい。ダメ。ごめん、ガードできなかった。じゃあ、呼ぼっか。助けて、お助けマン。来てくれる？シュワーって。来る？これ。今んとこいない、いないけど。まあ、助けに来てくれることを祈って。行きましょう。あ、来た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 。助け来てくれた亡霊。ありがとうありがとう。あ、だから、俺がね、おとりになればいいんだよ。うん。あ、どっち行った？わあわあわあ、すげえ楽。あ、やばい、亡霊がなくなっちゃう。え、これ、みんなすっげえ楽だよ。危ない。うん。いや、俺が、おとりになれば。え？危ない。はい、来いよ。おいで。あ、そっち行った。今、電気攻撃。いいよ。はい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 。あー、電気ショック与えてきた。だよね。はい、いた。食らった。え、やばいやばい。回復。はい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 。お助けマン、お助けマンありがとう。危ね。お助けマン死にそう。危ね。亡霊が姿を消した。やばい。まぜまぜまぜ。まずい。亡霊が姿消しちゃった。お助けマン消失。危ね。危ね。痛い。あ、やばい、捕まれた。え、待て、捕まは聞いてない。はぁ、あ、嘘やろ。捕まは聞いてないって。お助けマン、お助けマン、お助けマンの方行った。はい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 、オッケー。はい、よいしょ。はい、くるくる、放電、あぶね。お助けマン、危ね。はい、いいよいいよ。お助けマン、お助けマンの方行った。はい、やばい。お助けマン、あ、ちょっと待って。危ね。いいよ。危ね。いていていて。危ない。回復。研磨研磨。OK。あ、お助けマン。お助けマン。OK、OK。あ、待って、攻撃。あ、しまった。強攻撃。危ね。お助けマン。
ほいよ。助けマンの方行った。やばい。この時ダメージ受けないんだよね。だから剣まして。はいはい、オッケー、来いよ。来いよ。お助けマン、ナイス。やばい。向きを変えた。はい。はい。はい、はい。はい。はい、はい、はい。あぶね。会えた。くそ。早く。いいぞ。お助けマン消えちゃったけど、はい、OK、 はい、いいよ、危ない、はい、はい、ガード失敗、危ない、回復、もうちょいもうちょいもうちょい、いけるいける、はい、開いた、いいよ、はい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 、ガード、あーダメだ、はあ、もう助けマン呼べねえわ、どうだ、You found her, kind one.I could sense her from miles away. Oh, my sweet Elena. Please let me hold her. あ、手出してる。There, there, my baby. I missed you so much. What do you think?Isn't my baby adorable? かわいい赤ん坊だ。それは人形だ。嘘をつこう。That's right, kind one. You granted me my only wish. My sweet Elena. We're going to be happy now.Thank you so much, kind one. Please accept my heartfelt gratitude. おお、もらった。なんだこれ。音楽だ。BGM をもらいましたね。あとまあ、エルゴ。うん、少し。いただきました。OK。あのね、だいたい分かった。うん、大体分かったよ。はい、ガード。ガード。OK、はい。はい、いいよ。はい、はい、はい、はい。やばい。いいよ。はい。はい、危ない危ない。落ち着け、落ち着け、落ち着け。いけるいけるいける。はい、はい。はい、今。必殺圧使って、もう、ここで消費しとく。で、研磨。落ち着いて研磨。はい。はい、OK。いいよ。はい。はい、ガード。で、次来る。はい。OK。はい。はい。はい、OK。やばい、バテた?回復。で、大会費。いった。なんかちょっと攻撃パターンを変えてきてんね。危ない。
すげえ。はい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 、放電きた。いや、もうここは問いで回避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 。あのね、電気攻撃なんだけど回避すればね、食らわないっていうことが分かった。回復して、はいはいはい、 OK、 回避、はい、いたいた、おつけ、大丈夫、危ない、つかみ入る、でカウンター、はい、カウンター、いいよ、はい、OK、 回復、回復薬できた、回復、やばい、食らっちゃう、いいよいいよ、問題ない問題ない問題ない、はいはい、次来る、はいはいはい、 OK、 はい、はい、 OK、 これもかわして、一発入る、 OK OK、 いける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 、はい、回避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 、あ、だ、一発かれた、これもいいよいいよ、いける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 、 OK、 はい、いいよ、いけるいける、はい、 OK、 カウンター、倒した、ふぅ、 Yes、 オーバーチャージ保管バッテリー、コアだって、P オルガンは、なんか P オルガンっていうね、特殊技があるみたいだよね。それのパーツっぽいのが手に入ったコア。P オルガン、コアパーツ。P オルガンを発動させることのできる鍵のパーツ。P オルガンを起動させると、クォーツが装備可能になる。P オルガンは優秀な職人、ゼペットの操り人形技術の新、髄となるものだ。このようなデバイスを開発するには、レアなパーツが必要、不可欠である。で、そこスターゲイザー来たけど、もう終わりだよね、さすがに。さあ、中入ります。ベニーニのガイド。クラッツ市民の皆様へ、工場が人形に占拠されました。原因が何であれ、責任はベニーニ社にあります。私、ロレンツィーニ・ベニーニがあの悪魔たちを一人で止めに向かおう。工場は今とても危険だ。中には入らず安全な場所にいるのだ。あとは私が誰よりも信頼しているゼペット氏に任せよう。神の加護があらんことを。え、ベニーニ工場行ったってこと？ね、私が行こうってなんか、そんな風に書いてあったけど。どうなんですかね。これで終わりだな、相棒、ホテルに戻ろう。あ、これで戻ると、終了。もしくはこの後にイベントが発生して終わりって感じになるんじゃないですかね。ルテンの朝かな、どうだ、これなんだ、あ、レコードか、例の。You saved Geppetto. Wonderful. He is on the second floor. He can hardly wait to see you. ゼペットは2階にいる。どこだ、2階の。あ、そっちか。奥が空いてる。じいさん。じいさん。いや。話して。ああ。You've returned.Forgive a sentimental father for worrying about his son. Always remember that you're precious to me.
even when I ask you to do something dangerous. Speaking of which, there's a factory just beyond Elysian Boulevard. It's packed with countless puppets. My friend, the inventor Vanini, went to stop them, but he never came back. Please, go save him and shut down the factory. なんだこれ? P organs are the source of your powers. Collect quartz to get the strength you need.Remember, the hotel is the last safe place in Krat. It's our only refuge in a city full of perils. It'll be extremely dangerous if anyone has ill intentions. Be careful who you tell about this place, especially if they're stalkers or alchemists. Be wary of dangerous people, and always be a good boy to me.終わった。おお、体験版のレベルじゃなかったね。これ以降のミッションは、まあ、一応ね、街はね、散策できるみたいだけど、これ以降のミッションに関しては、製品版で、っていうことみたいね。え、なんか改造できる？ P オルガン発動方法。ああ、そんな感じか。P オルガン。ね、潜在能力を発揮する。クォーツを P オルガンに装備すると太陽効果が得られる。うん。2つのグループに属する相乗効果を発動させるたびに、次のフェーズがアンロックされます。P オルガンのフェーズを上げることで、より高度な効果を得ることができる。あ、この星っぽいのがクォーツだ。これを、ここの P オルガンに埋め込むことで能力が得られるみたい。うん。はい、どうにかね、狂気のロバさんがね、体験版をクリアすることに成功しました。いやー、これはね、面白い。世界観に関してはもう申し分ないんで、ソウルライク系でね、遊んでる人がいるようだったら自分の視聴者でおすすめしときます。これに関しては。で、こちらの製品版は9月の19日に発売されまして、なんと Xbox のゲームパスに Day 1として、投入されるんで、Xbox のゲームパスに加入してたら遊び放題でこちら遊べます。はい、まあそういった感じですね。で、自分は製品版出たらどうするかっていうのは、もう、そうだね。面白いんだけど、状況次第で、やっていこうかなと思います。とりあえず、自分の中での、Rise of P は、ここで一区切りですね。はい。それでは、島津の Rise of P になりました。よかったら皆さんも遊んでみてください、体験版。それでは、失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。